はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。ハル君、はい、今回ねギャランです。まあ、いわくつきの車と言ってしまってもねいいんじゃないかという、まあ、いろいろ訳ありな車両です。まあ、過去にも2回ほど紹介させていただいて、まあ、仕入れてみたら意図的にね穴を隠されてたような、これちょっとひどい仕入れになっちゃったねというような動画を前に出させていただきました。下回り確認しないで買ったからあんたのせいだよと言われればそれまでなんですが、まあ、やっぱね仕入れやってると全国からねいろんな車仕入れるわけですから、下回り確認できずにヒアリングベースでね仕入れることもあるわけです。傷を隠されててね、あのフレームの錆、ボロボロの腐食を隠されててひどいよという動画を出させていただいたんですが、うちで全部直すぞと。で前回もう鉄板むき出しのもうドンガラの状態、丸裸にしましたね。もうノックしたらコンコーンと金属の音が返ってきちゃうような状態にしました。まず第一歩踏み出しましたよというところで、ちょっと見てチラ見チラ見してチラ見パッ、ちょっと車っぽくなってると思わない？だいぶ、あれ車じゃん。これは高い完成度の仕上がりを予感させる下回り、これがね進捗として上がってきたので紹介させてください。はい、車の元行きましょう。はい、ご覧ください。車ですね、前回の動画ではねほんとただの鉄の塊だったものがですね、これは車らしくなったよ。で音聞いて、もうねちゃんとチッピング塗装もされて下回りがねほぼ完成してます。これ前にこれやった時覚えてるかな、もうカーンカーンカーンってね、ここからどう見てもギャランじゃないですか、ギャランじゃないですか、カーンカーンって。音聞いて、サビ処理も全部やって、で着目すべき穴ですよ、ここのフレーム部分なんか全部穴開いて何もなかったわけです。何もなかった。ただそれがこれねパテで埋めて上から塗装してごまかしたとかじゃないですよ、ちゃんと鉄板全部に全部に鉄板当ててます。これもう穴開いてた箇所ね、もう端から端まで内側から鉄板当てて、外からも鉄板当てて、その上でサビ処理もちゃんとしてですよ。でサビ処理もね全部全てが全てね、サビをゼロにできたかどうかは分からないです。正直見た目では落としきれたなと思っていても、実はね赤サビがちょっと残ってて、そっからね塗装乗っけた上で成長しちゃって内側からブクブクブクっとねサビが発生してしまうなんてこともあるわけです。そうならないようにこの塗装を乗っける前にちゃんとねサビの転換剤を全て処理して黒サビに変えて、だから内側からね成長してブクブクっと、中から破壊じゃないけどねそうなってしまうことのないようにやるべき処理を全部しましたと、そういう状態でございます。ここなんか全部溶接されてるからね、穴開いてましたもん。そう穴開いてた部分もうね、いやもう当然だけどもうがっちりついてますよ。はい、びくとも言わないしっかりしたフレームが出来上がりました。フレームを直したらそれは修復歴です。修復歴ありの車になるわけですが、これも自信を持ってねうちで修復歴ありにした車です。修復歴ありって言うとなんとなくイメージ悪いでしょ。そうなんとなく敬遠したがるところなんですが、この修復歴ならねもう全部見せました。内容をねもうゼロから作っちゃったようなもんだよこれで。チッピングもしっかり拭いて、今後の錆対策、またはね道路からの巻き上がるこの砂利とかね、音の対策、これもしっかりできてます。でこれエンジンがトヨタの 4AG のエンジンに乗せ替えられてる車両なんですよ。三菱の車にトヨタのエンジンが乗ってたわけなんですが、エンジンだけねこう持ってきてよいしょ乗せ替えガチャンってわけにはいかないわけですよ。エンジン変えるということはそれに付随するミッションも周辺部品も全部変えるわけですから、で大きさも違うわけだから、ここのねここになんか不自然なね鉄板当てたような跡があったわけですよ。だから本来はここのスペースこんななかったんじゃないかな。三菱純正のエンジンだとここに まあ、ミッションが乗る場所ですよね、はい、ミッションがね、まあ、多分こんぐらいで乗るんだけど、トヨタの大きなミッションを乗せるためにここ多分切ったんだろうね、切って削って鉄板を当ててっていう作業をしてたみたいなんだけど、それもやっぱ荒かった、まあ、シーリングも甘ければね、はい、隙間が見えちゃってるようなところがあったので、そこ もうこの機会に全部うちでもしっかりやり直しましたね。これはもう安心でしょう。改めてね端からご覧ください。この復活した足回り、綺麗になったよ本当に。タイヤハウスなんかも全てねチッピングがなされて、サビ処理した後です。もちろん穴も塞いで板金してサビの処理してチッピングの処理を施して、まあ、一部ね水抜きの穴なんかはあえて残してますが、でもちろんボディね、あと足回りの組み付けとかこれからやらないといけないことはたくさん残ってるんですが、一番厄介とされたフレーム部分、足回り下回りですね、ここがね集中作業で見事に
復活を予感させる仕上がりになってます。胸を張れる内容だと思いますよこれは。まあ自慢げにね、めちゃめちゃ自慢げに語ってるけどやっていただいた方たち、はい、ありがとうございます。本当ありがとうございます。いいとこばっか取っちゃってごめんなさい。いやでも本当ですごいよ、集中作業でバーッとここまでねしっかりやってくれる整備士さん、これがね社内同じ会社にいるっていうのがもう幸運で仕方ないね。素晴らしい、うん、はい、ということで、ね、ここからはヒデさん、はい、まあ、実際に作業していただいたわけですが、はい、いやここまでひとまずね、まあ、まだこれから作業はたくさん残ってるわけですが、です、ね、まずひとまず足回りに関しては大体完成したと、はい、そうですね、ということで、まあ、下回りっていうかボディの下、まあ、メインな部分ですね、うん、チャーシーの部分っていうところで、まあ、一応形になったのでこれからリフトに上げてという作業に入っていくような感じになります、うん、大変でしたよね。それはもうこれがですねカーベキューという、道具になりまして、カーベキューってカーベキューあれ、まあ、バーベキューと関係ありますか。そうですね、うん、見ても分かるように車がこうぐるぐる回せる、うん、例えばバーベキューで肉をこうぐるぐる回す、ね、というのにかけて作った名前なのかな。やっぱかけてますよね、なんこのままこんがり焼けちゃいそうですね。そうですね、この道具があるおかげで車を繰り返したりこのように横にできたり、うん、それで作業性は全然違いますね、うん、なので今回の場合もこれをやるにあたってこの道具を揃えて、どこの板金屋さんでもあるかっていうと、こういったレストアとかをされるところでもなかなかない、うん、この作業はしないですもんね普通は、ね、初めて見ましたもん。やっぱり板金って言ってもレストアをメインにやってるところっていうのは結構やっぱり減ってきてるんで、どこまでの基準でやるかっていうのも、レストアっていう言葉でもいろいろ基準でどこまで直すかっていうのがあったりするんで、全部作り直してやる、本当それこそ何年もかかってしまうっていうレストアと、今回の場合は周りの部分は腐って、フレームの部分は腐って言いましたが、意外に土台その下は鉄板が意外に生きてたんだ。この腐っていたところがこのメンバーの、まあ、一般的に言うフレームのこの真下の部分なんですね。こう穴があるんですが、これは水抜きの穴なんですが、フレームの中に入って下から抜けるっていう穴なんですけど、まあ穴でもやっぱりこの穴のところの周りからだいたい腐り始めたりして、途中加工をしたりいろいろ中途半端な直し方、まあ途中までやったんだろうなっていう直した部分もあったりしたんですが、まあこのサイドメンバーでもエンジンをちょうど乗せるここのフレームですね、はい、ここサイドメンバーですね、そうですね、うん、サイドメンバー、はい、ここの部分が思ったほど腐ってはいなかった。エンジンのフレーム乗せる部分があるんですが、はい、大体こういうボルトで取り付けるところとかが、それこそ中のナットがぐるぐる回っちゃったり、うん、剥がれてしまってたり、うん、こういうところがもう錆びてもうナットが全然回らない状態になったりすることもあるけど、ここは意外とちゃんと残ってくれた、普通に緩めてっていう全体のところですね。全体的な鉄板に対してもサビの防水処理をして、その後に、まあ、シーリングをして、このような最後にチッピング処理というのでします、はい、で視聴者の方のために、はい、シーリングというワードが何度か出てきたんですけど、はい、まあ、大体の方は分かる方多いかと思うんですが、はい、まあ、どういう役割を果たすものなのか改めて説明していただけますか。シーリングはですね、見ていただいても分かるように、うん、それぞれの鉄板をつないだりくっつけた、まあこういうステップの部分もそうなんですが、ここのところってやっぱり溶接をした鉄板自体が完全にこうぴったり埋まってるっていうわけではないんですよ。やはり多少なり隙間が出たり、あと継ぎ目ですね、鉄板と鉄板の継ぎ目、こういった鉄板の継ぎ目の段になる部分ですね、うん、こういったところにやはり水とかが侵入とか、うん、空気中の水分も何でもそうなんですけど、そういったところに入らない方がいいところというところにシーリングはします、うん、こういうところがまさにそうですね、そうですか、まあ、フレームサイドメンバーも初めからこういうところでも、うん、初めの新車の時からとかでもしている部分ですね、繋いでいる部分ところに、シーリングっていうのを、うんうんうん、つなぎ目の部分に水とか、はい、溜まりやすくて錆が発生しやすいところを、はい、まあ、こうやってつなぎ目を、はい、まあ、ぴったりとこうつけてあげるようなイメージですね。だからオイルシールとかもそうですよね、はい、オイル漏れしないように、関節部分というか、こうにじんで隙間が出やすそうなところをこうピタッと、ね、くっつけてあげるような、はい、ちなみにカーベキュー
買ったはいいんですが、はい、まあ、その全ての車にガチャンとはまるわけではないですよね。ないですね。でこれの場合なんかカーベキュー用の牽引フックみたいな、もうジャッキアップポイントとか、はい、カーベキューはここにやってくださいねみたいなのが設定されてるわけじゃないじゃないですか。ないですね。こう買って固定するのは、はい、これもですね、これ用に角度とかも一回切って、それをまた補強を入れて、ね、この状況を作るためにまずだいぶやることあったってことですよね。わかりました。まあ下回り説明していただいて、はい、一見あもう完成が近いかなと思ってしまいそうなところなんですが、これまだまだこれからやるところいっぱいあるわけですよね。そうですね。でようやくそのリフトに上げられる段階まで持ってこられたということで、はい、今まではリフト上げたらそれこそフレームがもう弱々のサビサビだったので、はいはい、荷重でグニャッと曲がってしまう恐れなんかもあったということで、リフトを上げっぱなしにできないぞということで、ただもうこの状態にしていただいたので、はい、いよいよ満を持してリフトに上げて、そこからもう足回りとかこの組み付けが実際に始まっていくということですね。はい、で実際に今日はこのカーベキューからリフトに、はい、乗せ替えるという作業に入ってきます。いやーそれ貴重映像ですね、それも、はい、でその映像を撮らせていただきますと、はい、いうことで、じゃあ本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ上げましょう。ふみやくんでは、おお回っとる。おお、おすごい。おお、こうやって回すんだ。いや車がねリフトに上がってる姿はさすがによく見ますがね、こうやって宙に浮いた車がこういう動き方するのは見たことないですからね。お、来た。ついにリフトに上がるわけですね。でね、リフトに上げましょうなんて簡単に言いますけど、やっぱ意外とね難しいわけですよね。で古い車は特に。でここで今、まあ、支点というかな、支えるポイントがあるわけなんですが、ここがもう脆すぎて、いやいやとてもじゃないけどこんな支えきれないよという状態だったわけですね。それがもうしっかりと補強されて頑丈に戻ったわけなので、今こうやってリフトのポイントとしてね空中に上げることができると。ここまで、本当よくやってくれましたよね、本当に。お、無事に上げられそうですね。でもちょっと大変そうだったね、やっぱ。でいよいよこのカーベキュー、今までお世話になったこのカーベキューね、満を持して外すわけです。ちょっと寂しいね。逆にこのギャランから外した後どうする？めったに使うもんじゃないからね。これどうすんだろうね。置き場所やばいよね。さあ外れます。いやありがとうございます。すごい。いや上がりましたね。から本格的な組み付けが、ん？これはアクセル？これはアクセルディアの。でサビを落として、うんうん、一通りサビ落としをして転換して、うん、もう色を塗ったという。はい、まあ、ブレーキ関係がまだちょっと、部品と変えなきゃいけないという。ブレーキ関係の部品って結構新しく買わないといけないものとかもありましたか？そうですね、一応オーバーホールをしなきゃいけないので、ちょっとまだ完全に揃ってはいない、うん、あと足回りサスペンションの方ですね、もともとついていたのがガタガタなので、うん、非常にすごい貴重な部品というか、純正はもう本当長いので。いやですよね、部品の方はもう発注かけてますので、それが来たらまた
加工ちょっと加工しなきゃいけないんですか、加工してつけて。あ、じゃあ交換必要な部品に関しては今のところ問題なく用意できそうですか、ね、そうですね。ああ、よかった、はい、いやコメントでもそれこそですね、三菱さん部品出ないでしょうっていうような心配のコメント結構いっぱいいただいたんですよ、はい、今のところはこの部品がどうしても手に入らないみたいなのはなさそうですか。今のところは大丈夫そうですね。汎用品というかですね、はい、シール類とか、うん、そういうゴムのパッキン類とか、うん、そういったのも意外に探すと同じパイ数とか、うん、出たりするのがある、はい、じゃあその三菱純正のシールってわけじゃない、それはもうどうしてもなかったとしても、ね、同じパイというかその、はい、大きさのものでぴったりはまるやつあるぞっていうのが結構あるわけですよね。なるほど、じゃあリフトにも上がったことで、はい、またこっから作業が加速して結構進められそうですかね。そうですね、まあ、と見違えましたね。リフト潜り込んできたら、おーちゃんと、うん、ジャッキポイントのところに普通にかけても、はい、うん、何のあれもなくもう怖くないですね前怖かったですもんね、はい、ここにはもうかけれるような状況じゃなかったので、すごい、うん、素晴らしい。ただの綺麗な車の下回りに潜り込んできた感じだよ。すごい、うん、まあ、ただここからもまだ長いですよね。そうですね、うん、ちょっと、まあ、エンジンの方とか打てたり、はい、配線とかもですね、そうですね、やり直す部分とかあるの で配線組み直しで、まあ、シートとかも全部なくなってるわけなので、また一から組み立て直すような作業。そうですね、まあ、中は中でそれもサビ処理、あとシーリングというところと、あと防音材のサンパッドというものを貼り付けてあるので、室内のフロア部分にってことですね。そうですね、フロアのところにですね、そして中の色をまた塗るっていうところがあるので、うんうん、はい、それを塗ってから今度また組み付けっていう作業も始めます。じゃあこれからも大きな作業がまだまだ残ってると思いますが、はい、まあ、視聴者の方もですね、はい、非常に注目していただいている1台になってますので、はい、できる限りですね、はい、進捗を報告したいなという車両なので、はい、何か作業が進んだ時にですね、はい、お邪魔させていただきますので、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日はギャラン GTO、 こちらの進捗の紹介をさせていただきました。ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長とヒデさんでした。まだ何も知らない。